今回はモンベルのシャミースグローブを紹介します。1980円です。素材がモンベルのマイクロフリースシャミースです。ひっくり返してみるとこのような素材です。マイクロフリース、こちらが表面、裏地、すごく軽くて暖かいマイクロフリースグローブ。親指と人差し指の先端にタッチパネルに反応する素材が縫い込まれてます。わかるかな。専用の糸が使われてます。センサーの反応を見てみますと、そこそこ動きます。そこそこ動く。天気、自分はメンズの S を使ってます。メンズの S だと若干余り気味、レディースサイズの方がぴったりなんですが、外しやすさを優先して少し大きめの、大きめっていうかメンズの S を使ってます。すごく軽くて暖かいんですが、ロープなどが滑りやすいので使うシーンは普通のハイキングやランニングで使ってます。同じ用途で他に使っているのがアウトドアリサーチのミッドウェイトかなのフリースグローブ、こちらの方がぴったりサイズで、こちらはハードフリース、目が詰まったフリース。アウトドアリサーチはハードフリースで耐風性能が高いに比べて、シャミースは空気が抜けやすい、そんな暖かいグローブです。ちょっと滑る感じがあるので普通のハイキングやランニングで使ってます。マイナーコースなど物を掴むことが想定されるときは、こちらのメカニクスウェアのファストフィットを使ってます。こんな感じ。もうこちらは軍手なので滑りづらいです。こちらもスルスル、こちらともネチッとした質感。ファストフィットだと若干寒いので、この時に下につけてるのがのびのびグローブです。のびのびグローブはもう同じ色をまとめて買ってます。のびのびグローブは右と左がないので、適当にこの中から2つ選んで使ってます。こんな感じです。同じ色でまとめて買うと最後の2つになるまで使い続けることができます。穴が開いてもマジックでバッテンを入れて指を切って指なしグローブとして使うこともできます。ずっと使える、そんなグローブです。のびのびグローブ、普段はのびのびグローブを使うことが多くて、その時に前回紹介したすごく小さなタッチペンをいつもここに入れてます。こんな感じで、すぐ抜いて使える。でこれが以前はこの普通サイズのタッチペンを、以前はこれをここに入れてました。でこれを入れると若干この手首に干渉する、これがすごく邪魔だったんですが、でこの小さいのを見つけてサクッと使えるようになりました。せっかくなので他のグローブを紹介すると、こちらの 箱っていうかこの袋、みんな夏用のグローブです。こんな感じ。この中でも少し変わったやつを紹介すると、変わったっていうか古いやつか、シャミースグローブに近くて意外と使いやすいのがワイルドワンのプライベートブランドのマイクロフリースグローブで、こちらは指なしです。何かと使いやすい、使いやすくてもだいぶへたってきてます。家の中でパソコン作業するときもなかなか使えます。であとは指なしグローブというと、アイベックスの指なしグローブ、メリノウール、こんな感じです。羊ちゃんが可愛いグローブです。こちらもウールの指なしグローブ、これも暖かいです。すごく古いメーカーのロキ、少し変わったアウトドアアパレルを作ってました。こんな変なデザイン、これも指がアナログに開きます。ここの部分に滑り止めがついてます。ストック持った時とかに使いやすいグリップ付き、未だに使ってるクラウドベールのインナーグローブ、
だいぶボロボロですけどまだ使えます。意外とこれも気に入ってるアウトドアリサーチのセンサーグローブかな、一番薄いやつです、ライナーグローブ。これとこれセット、これとこれがセットか。こんな感じです。もうぴったりサイズ、ぴったりサイズで素材も強いので穴がなかなか開かないインナーグローブです。アウトドアリサーチ、今回は軽くて暖かいモンビルのシャミースグローブを紹介しました。肌触りが良くて軽くて暖かいです。